着しました沖縄はい、というわけで、スマート散歩、コアツアレのですね in 沖縄編ということで地元に帰ってきました。これからなんか3日間、皆さんのためにね僕の沖縄を紹介したいと思いますんで、いやでも暑いですね、さすが沖縄でも本当に嬉しいです、こうやって沖縄に帰ってこれて。それじゃあ行ってきます。どうも皆さん、ハイサーイ。というわけでスマート散歩コハツアレン沖縄編、イエーイ。一人しかいないけどなんかすごい拍手の音がいっぱい聞こえるっつってはい、すみません、僕ねスマート散歩コハツアレン沖縄編ということで、なんと僕の生まれ故郷である沖縄をですね私コハツアレンが紹介するというものが DVD ができるできたみたいなんです。僕この地元沖縄をその皆さんにお届けできるっていうのがすごく嬉しくて、でしかもそのなんていうんですか、まだ皆さんがわからないような、まあガイドブックとかにも載ってないようなものも今回紹介できたらなみたいなのも思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてね、僕一人旅っていうのをね今までそんなにやったことがないんですよ。まあ今回一人で皆さんと一緒にその自分のルーツという沖縄を一緒に巡ることもできるのかっていうか、それも僕の中のチャレンジの一つであるんで、ぜひそこも楽しみにしていただけたらなと思います。ということでね、まず早速ちょっと僕さっき着いたばっかりで、沖縄のこの綺麗な海と、そして見てください、ちょっと若干雲があるけど、今雲があるんですけどすごい青いんですよ。もうね今ちょうどでっかい入道雲がそこにかぶってるんで、なかなかあれなんですけど、本当はさっきからすっごい快晴だったの、快晴だったのに急に見て入道雲がいっぱい出てきたよ。でもこれもまた沖縄の魅力というところでね、はい、なのでここからまず腹ごしらえということで、僕が沖縄に来たらまず行くその沖縄そば屋さんに皆さんをご案内したいというふうに思います。ここからどんな旅になっていくのかな、俺自身とっても楽しみです。ということで、うんじチャビラ行ってきます。バイバイ。この海の透明度見てよ、なかなかないでしょ。スマート散歩コハツアレン沖縄編、イエーイ。うん、変わらないですね。この第3弦この3つ鳴らすだけでもちょっともうね、もうここでずっと入れるわって感じになるんですけど、うん、これっすよ。うん、うまい。これこれこれ、もう本当にもう何も変わってないです、学生の頃から。いただきます。うん、見てこの素晴らしい一直線の道路。衣装とかでね、よく俺使うものとかでああいうシャツはここら辺で買ってます。皆さん2000冊って知ってますか。この門こそがこちらにあります守礼門ですね。やばい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 、マジでやばい。終了。